油ちゃんは、クスノキかクロモジ属の落葉低木。私有一種。種商名は、草熟なという意味である。油ちゃんの、油は、油、ちゃんは、歴性のことを指す。つまり、油歴性ということで、木全体に油が多いことが、名前の由来。本州、四国、九州に分布する。樹高は、高いもので、高さは6メートルに達する。葉は五星。 質は薄く、卵型から楕円形。前円で、葉先は尖り、傭兵は赤みを帯びる。冬になっても枯れ葉が枝に残っていることが多い。枝や実には、くの木かに、特有の方向があるが、どことはなしに油っぽい。早春の3から4月に、炭鉱色の花をつける。花は葉に先だって咲き、春まだ葉がほとんど芽吹いていない森の中では、 密かにその黄色の花が目立つ木の一つ花は3から5個の花が集まってつく3型花女。炭鉱色の花皮片は6個。花は同時期に咲く同じくすの木かの断行梅とよく似ているが花柄がつくので区別はできる。また断行梅とは唐賀の形が明らかに違うので唐賀に着目した方が区別は容易。油ちゃんの羽は小さく細長く香川休憩。 陶器は同じ木に2種類の芽を確認できる。また、加賀には当然柄がついている。断固奪の陶賀は、羽目は、楕円形、加賀は休憩をしているが、柄はなく、羽目、加賀ともに大柄でぼってりしている。果実は、直径1.5センチメートルの休憩。10から11月に熟して避ける。色は茶色がかった、薄い緑色で、赤や黒などのわかりやすい色にこなさないので、 一見熟していると気づきにくい。種子は茶色で、火をつけるとしばらく燃え続けるほど油分に富む。朝鮮半島では、女性の髪の油として利用されていた。ありがとうございます。